はい、それでは始めていきましょう。トラキチチャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。さあ現在マリオ VS ルイージツアーの前半戦、こちらのマリオカップがリーグ対象となっておりまして、僕自身は現在1コース終えた段階でリーグ99で6位というところになっております。今回動画としましてはマリオカップの2コース目、順番通りいきましょう。マリオサーキット X、 こちらを走り込んで攻略動画にしていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、ということでまずは皆さん、僕自身がリーグ99に初昇格したことに対してですね、たくさんの祝福のコメントがですね、をいただきましてですね、もうめちゃめちゃ嬉しい。こんなに皆さんにですね祝ってもらえるなんて、本当に動画出しててよかったなと、一生懸命やっててよかったなと改めて思う機会になりました。本当にありがとうございました。さあ続きまして、マリオ VS ルイージツアーの現在の、まあ皆さんが動画見てる時はもうかなり時間経ってると思うんですけども、まあ前回の動画出した時よりはルイージチームが少し巻き返しているという感じになるんですけども、まあなかなかね、マリオカップだけ一生懸命リーグ対象のね、マリオカップだけ一生懸命やってても、なかなかチームルイージが巻き返すのは難しいというね、キャラの環境になってるんですけども、どうかなというところで、今回もマリオサーキット X 見ていきましょう。さあ前回の動画と同じですね。キャラはですね、やっぱり一択なんですよ。こちらのゴールドミースを持ってるか持ってないかが全てに影響するという状況になっておりますので、まあそれは変わんないんですよね。使わざるを得ないんです。さあマシン行きましょう。マシンは僕はこちら。はい。バケダヌキバギー使っていきます。レベル6ポイント解放2段階。ミニターボ系なので、どのコースでも有効というところです。レベル強化したい気持ちもあるんですが、ね、今回のツアーは後半戦にかけましょう。グライダー行きます。グライダーはいろいろと持ってはいるし、本当はこちらのね、下見の時にも言いましたビルダーメットバルーンゴールド、名前が長い、こちらのヘルメットをですね強化したいところなんですが、現状一番使えるこちらファイヤーマンタレベル7ポイント解放3段階でいきたいと思います。下見の記録は35,000点、今回はまず45,000点以上目指してやっていこうかなというふうに思っております。いきましょう。はい、1レース目いきましょう。最初のアイテムまでに順位を上げれるかっていうと、なかなか厳しそうなコースですね、そういう観点では。よいしょ。このコースね、いきなりパックンフラワーの餌食になっちゃう。このコースはね、記憶としましては、これなんだっけ、このコース X なんですよね。これね、このコースのノーマルはめちゃめちゃコンボつながりにくいんですよね。やってらんねえっていうぐらい。わ、すごい。あそこで赤コーラ食らうと、その場で空気に吹き上げられてめちゃめちゃかわいそうなことになってた。はい。まあでもそんなにフルコンボが難しいっていうタイプのコースじゃないかな。ノーマルはめちゃめちゃ難しいんですけどね。あ、当たってくれるかと思ったのに。誰か当たって。フリーボーに当たったみたい。こことかもね、絶妙に距離感が難しいコースだった記憶がありますけども、うえー、何今の、マジまあまあ最初はね、走るにつれてだんだん敵キャラからの攻撃ってのは緩くなりますよね。はい、久々に動画内で話をします。これ外回りだな、だいぶジャンプアクション。はい、久々に動画内で話しますけども、敵キャラがですね、コインバッチ、違う違う、なんだっけあれ、ピンバッチか、ピンバッチ、ピンバッチかを持っていると、はい、3位強くなるんですよね。はい、こんな感じですね。ピンバッチがね、みんなついてると思うんですけども、これだとね、敵キャラが実はちょっと弱、強くなっているわけですね。でピンバッチがついていない、架空の敵キャラだったりとかすると、弱まっていきますので、まあ、何レースか続けて同じコースを走り込むと、相手がだんだん弱体化していくという要素があります。久々に動画内でこの要素話した気がしますけども、その初めて知ったよという方がもしいたら参考にしてください。とりあえず下見の記録に及びませんでした。116アクション、まあ、でも下見の記録はすぐ抜けそうな気がするんだけど、まずは40,000点、そして45,000点まで目指していきたいと思います。はい、2レース目いきましょう。
さあコインフィーバー来たよ。なんで追いつけねえんだなんでフィーバー中なのに前のやつに全然追いつけねえ。なんだ今の。コンボつながってよかった。あークリボーに当たっちゃった。腹立った腹立った腹立った。やってらんないぜ。あーイランフィーバー来た。やべえ。ここ内回りした方がいいですね。コイン2枚取れる場合はね。外のジャンプアクションは無視でいいかと思います。いやーやべえ、前のやつに行かねえ。やべえぞやべえぞ、めっちゃ離されてる。やべえ、基礎点2万5000いくのに。うわーダメだー。大回りしていくか。じゃあ困る困る困るすいません。はい、ということで記録自体は6000点伸ばしてフルコンボも達成することができました。アクション数147。下見の時も確か最後の最後に抜かれて3位ぐらいだったかなと思うんですが、コインフィーバープラス単発コインボックスの3位でこの得点なので、4万5000点は意外に軽くクリアしちゃうかなと結構今は楽観視してるんですけども、とりあえず6000点上がったということで順位上がるかな。上がらなかったですね。はい、でも肉薄することはできました。今日はおそらく3位以上には入ることができるんじゃないのかなと思います。はい、3レース目いきましょう。今の判定絶妙ですね。普通なんだっけ、単発コインボックス発動中にコインボックスはあんまりアイテムから引かないはずなんですけど、今ちょっとなんか珍しいことが起こりましたね。引いてきたもんね。今の判定は何だったんでしょうか。すごい際どいことが起こった。わあ、このレース今いい感じなのに、アイテムチケット使えずに終わるかも。もっ、なんだ今の、もったいねえ。さすがに外回りしていけそうなレース展開ですね。さすがにこれは記録も更新するね多分。あー、ちょっとだけでした。はい、3レース目ですね。まあ1位を取ってこの得、フルコンボじゃなくてアクション数130でこの得点という形でした。900点弱しか更新してないんですけど、順位がおそらく上がると思います。さっきのね、レース中も話しましたけども、単発コインボックス発動中に次のアイテムボックスを引いてしまった場合、単発のコインボックスは出ないよっていうね、お話だったかと思うんですけども、なんか微妙に終わってたんですかね。個人的な感想としては、あ、まだコインボックス続いてるかなぐらいな気がしたんですけども、まあ運が良かったということにしておきましょう。はい、この900点の更新でまずは4位というところ、なんか微妙なとこ入っちゃったな。一気にパスッと3位まで行きたかったんですけども、頑張ろう。はい、5レース目いきましょう。
まさか最後にコインボックスフィーバーを半分引いただけで記録を更新するとはっていう感じですけども、 44,542 点まで行くことができました。フルコンボアクション数137、まだまだですね。まあコインボックスフィーバー2回引けるぐらいのレースをねして、そしたらもう5万点も見えてくるんじゃないかなっていう感じのレース展開なんですけども、まあまずはね順位が3位に今のところ無事上がりましたので、2位の方の背中をにどれぐらいね、食らいついていけるかっていうのがここからの注目ポイントになるかなという感じですね。はい、8レース目いきましょう。みたいにフィーバー中はあれはファイヤーボールじゃなくて火の玉っていうらしいですが、当たった方がいいですね。当たってアクションを稼ぐっていうのが一つの方法です。しかしこのタイミングか、これは新記録いけるかな。だね、オッケー、まだまだいけそうでね、いけそうでね。はい、8レース目ですね。まあまあまあ、まだまだいけそうだねでねって言っちゃったけど、はい、アクション数156でございました。まあ全然だね。まだまだコインの取りミスとかミニターボミスとかが大いにあるので、もうちょっと重ねていけば5万点以上いけそうな気がするので、とはいえ最初に目標に設定した4万5000点をクリアすることができたので嬉しいということで、どんどんいきましょう。はい、9レース目いきましょう。流れですね。今引っかかった。蹴散らしたと思ったんだけどな。単発。いや、こういう時にしっかり単発コインボックスで刻んどきたいんだけどな。もう一回。ここ次第。微妙。あ、逃した。いや、ダメか。惜しいけどな。くそ。
やばいパターンだな。抜けないパターン怖えな。抜けねえか。最悪。はい、20レース目いきましょう。あるかもね。あるかもしれん。なんやねんそれって感じ。あー、ここにインターボ出せねえなー。リフィーバー来てると、いや、ないか。あー、ないかな。あー、行くか。ギリギリ更新か。ちょっと粘りたいね。はい、20レース目で記録さらに1000点更新することができましたけども、ちょっと5万、アクション数160も最高ですね。5万点っていう景色が見れそうで、ここまで達成できてないっていうのが非常に、ちょっと5万点までは粘っちゃおうかなと思ってます。あー、取りたかったな、ここで。惜しい。はい、24レース目いきましょう。皆さん気づいてるかな。皆さんに分かんないんだよこれね。ちょっとね、このレースからね、重くなってるんですよね、ゲームが。あー、途切れた。ゲームが重くなっててね、動作が鈍いんですよね。コーナーも曲がれない。うーわ、ラストコインボックス。いや、マジ勘弁してくれ。やばいって、それはないよ。最悪だ。はい、28レース目いきましょう。いや、2レース連続で初手引いたよ。今度こそ頼むぞ。もう指が疲れてんのよ。指限界来てるから。これダメだ。しかも内側から行かない、多分抜かれる。
いや全然ダメじゃん。なんじゃこりゃ。やべえだろこれ。マジかよ。はい、33レース目いきましょう。終わろう、もう疲れた。はい、フルコンボ得点51,880点いきました。疲れた。フルコンボアクション数169。コインフィーバーが最初に来たんですね。コインフィーバーが来て、その後はこれ何だった？あ、バナナフィーバーか。バナナフィーバーって言っても後ろでバナナは3回ぐらいしか引っかかってくれてないんですね。まあでも単発も来てアクション数稼いで51,000点。まさかこんなにかかるとは思ってなかった、マジで。まあ無言になっちゃう本当に。よーし、エンディングしっかりしゃーべろ。はい、トップ画面に戻ってまいりました。今回は動画長かったら申し訳ありません。撮影時間はめちゃめちゃ長いです。マリオサーキット X 走り込んでいきましたけども、内容いかがだったでしょうか。ということでね、まあ途中で目標を45,000点から50,000点に引き上げたことによって、この地獄を自分は味わってしまったんですけども、33レースかな。いや本当に大変な思いをしました。しかも全くをもってチームルイージコインを集めることはできないというですね、コースでこんなに時間をかけてしまって若干後悔してるんですけども、まあ最終的な得点を見ると51,880点ということで、やった甲斐があったかなというところでございます。皆さん内容いかがだったでしょうか。今回のコースの特徴としましては、大外にあるジャンプアクション、案外使わなくてもいいよっていう教訓があるかと思います。内側に縦3連だったり縦2連のコインがあって、外側のジャンプじゃなくてもいいよねっていう風にね、思えるところが2箇所ほどあったかなと思いますので、参考にしていただければという風に思います。そんな感じかな。まああとはこのマリオサーキット X のサムネみたいにもなってるこの土管からの吹き上げのところも、若干下目から入っていくとコイン2枚ずつ取れたりしますので、そういうところも工夫できるといいかなと思いました。ということで、今日の動画の内容参考になったよ、得点良かったねと思ってくださる方は、ぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。編集大変だな。なんとか動画短くまとめれてたら嬉しいんですけども、どうでしょうか。ということで、また次回マリオサーキット RX の動画でお会いしましょう。今日は以上です。失礼します。